近鉄特急料金訴訟とは、近畿日本鉄道の特別急行列車の利用者が特急料金の認可をめぐり、その認可の取り消しと損害賠償を求めた行政訴訟である。行政事件訴訟法の原告的核や太平洋戦争時の戦時立法の効力が争点となった。近鉄特急長距離に混じって、運転区間の短い列車もある1 9八十年三月に、 近鉄は当時の運輸省陸運局長の認可を得て特急料金を改定した。これに対して近鉄特急を通勤で利用していた男性3名が以下のような訴えを大阪地方裁判所に起こした。なお、原告の利用路線は大阪線、奈良線、南大阪線で取り消し訴訟の対象となったのは大阪陸運局長である。 被告の大阪陸運局長側は以下のような主張を行ったこのうち運輸省陸運関係許可認可臨時措置令は陸運関係許可認可臨時措置法に基づいて制定されたものでこの措置法は応答は戦争遂行のための行政簡素化を目的としたものであった大阪地裁は1982年2月19日に地方鉄道法の運賃 料金認可にかかる規定が保護する利益は、利用者の具体的な利益も含まれる。原告は、実際に日常的に近鉄を利用しており、許認可の違法性を争い得る立場にいるとして、原告的確を認める一方、陸運関係許可認可臨時措置法は、戦争の終結によってその効力を失ったとみなし、許認可権限を持たない、陸運局長による料金変更を違法とする判決を下した。 ただし、この決定が、有料列車を運行する他の地方鉄道法に基づく、鉄道事業者に与える影響が大きいことや、原告の経済的損害が少額であること、許認可権限の異常は、立法措置によって実現可能であることから、認可の取り消しは認めない、事情を判決とした。損害賠償については、陸運局長が権限がないことを、故意や、 過失のために知らなかったわけではなく、職務上の義務違反がなかったとして退けた。この判決に対して、原告、被告双方が大阪高等裁判所に構想。大阪高裁は1984年10月30日に、地方鉄道法が保護する利用者の利益は、公益保護の一環として実現されると見るべきで、沿線在住者や定期券を持つ利用者であっても、 一般利用者の範囲を相対的に限定したに過ぎず、原告に適格性がないとして、原告の構想を棄却した。これは、従前より最高裁で示されていた判例を踏襲したものである。原告の適格を否定したため、一審で争われた、許認可権限の有無については、判断を行わず、一審の陸運局長に対する判決を取り消した。 原告側は最高裁判所に上告したが、最高裁は1989年4月に控訴審の判断を指示して上告を帰却し、確定した。訴訟の中で、近鉄の旅客運賃収入に占める特急料金の比率が1980年当時で17.4%に達していたことが明らかにされた。原告側は近鉄の特急運行は、 近鉄の朝の激しい通勤ラッシュの中で快適な通勤のためには特急を利用せざるを得ないように誘導する特急商法であると主張したが裁判所の採用するところとはならなかった運転区間が短く特急運行自体に疑問があるしかも通勤時間帯にまで特急を運転させて乗客に特急券を買わせて乗車させること自身が異常である というなら、線特急に関する原告側主張についても、裁判所に退けられたほか、近鉄側にも全く考慮されずに終わっており、その後も、同区間の特急は運行されている。1999年3月のダイヤ変更にて、同区間の平日日中の特急については、利用が少ないとの理由から廃止されたものの、通勤時間帯の運行は継続しており、 その後のダイヤ変更でも出勤及び帰宅時間帯については増発されるに至っている。ありがとうございます。